はいどうも、ふめいりょうです。つむつむ速報ということで、運営さんからお知らせが来ております。はい、このお知らせはですね、まあちょっとよくわからないんで、多分他の人は誰も取り上げてないとは思うんですけども、ですね、コイン購入時の有料分と無料分の区分に関するお知らせということで、いつもディズニーツムツムをご利用いただきありがとうございます。これまで有料分と無料分のルビーを合わせてコインを購入する場合の算出方法をご案内しておらず、お客様にご不便をおかけいたしました。改めて本お知らせ及びゲーム内のヘルプページにて算出方法をご案内いたしますということで、有料分と無料分はこうやって振り分けてますよっていう詳細を、お知らせいたしますということで、まあ個人的な意見を先に言うとですね、まず有料のガチャがない時点で有料と無料を分ける必要あるみたいな、そんな感じはするんですけども、どうなんですかね。はい、まあ一応どれが課金している分なのかっていうのは分かるのはいいことだと思うんですけど、まあ、そもそも有料ガチャがない時点でなんかどうなんかなとちょっと思ってます。皆さんどう思いますでしょうか。はい、一応有料か無料かっていうのはマイデータから見れるんですけども、まあとりあえず引き続き算出方法を見ていきましょう。ルビーの、有料分と無料分を合わせてコイン、合わせて消費してコインを購入する際は以下の内容で有料分と無料分をそれぞれ支給していますというところですね。購入時にコインをボーナス無償無料おまけの表示がある場合はその個数分無料分で支給いたしますと。購入時にコインに上記の表示がない場合、上記の表示のない個数が上記の表示のある個数と併記されている場合は上記の表示ない表示のない個数分については購入時のルルルルル、もうわけわからねとりあえず無料とかボーナスとかおまけの表示がなければ有料分として支給しますよっていうことを言いたいんだと思います。はい、っていうところですね。また上記の表示のある個数分は無料分で支給いたしますということで、なお有料分と無料分の、所持数の内訳はゲーム内のマイデータから確認することができます。ご不明点があればゲーム内お問い合わせフォームよりお問い合わせください。今後ともディズニーツムツムをよろしくお願いいたしますということで、なんでこんな問い合わせが来たんですかね。マイデータはですね、このホームの画面のこの今週の配送の右のこの黄色いボタンを押すとここから見れるんですけど、ここですね、ここに有料と無料のやつが見れますね。はい、っていう感じです。ハート俺100万個あるんだ皆さんハートありがとうございます。多分昔からのやつなんであれなんですけどね。はい、っていう感じで、月 HK57 枚、そろそろぶち込もうかな、メインヤカの方も。はい、ということでですね、まあ運営さんからお知らせ来てるんですけども、まああまり需要のないものだったかなとは思いますけども、まあ問い合わせが来てたっていうことは、まあ、こういう対応するわけなので、まあ知りたかったっていう方はまあこれを参考に、まあ有料分無料分をですね、まあちょっと見てもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあこうやって分けるからにはちょっとね、今後ね、有料ガチャ、まあなんなら着せ替えの有料とかでもいいんで、ぜひね、梅さんお願いいたします。はい、ということで以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。深い闇に包まれ、くじけそうでも今日よ